近畿大学と興福寺が猿沢池の生態系の保護などを目的に古い河原を活用した魚礁魚の住処を設置することになりました。これは興福寺で保管されていた江戸時代の河原を猿沢池の底に設置し、魚の住処となる魚礁を作るというものです。設置作業を前に今日近畿大学と興福寺が会見を開きました。近畿大学と興福寺では猿沢池の水質改善や生態系の保護などに共同で取り組んでいます。今年4月には興福寺の伝統行事豊穣会で金魚を池に放流する従来の形式を改め、在来種の魚のみを放すなど池本来の生態系に配慮した行事の形を探ってきました。今回の魚礁の設置はこうした活動を受けたものです。猿沢池の生態系を調査している近畿大学の北川准教授によると、河原は炭などと同じく多孔質のため微生物や水草が定着しやすく、魚が集まる環境を作りやすいといいます。大学と興福寺では県の許可を得た上で今月24日に魚礁を設置することにしています。生き物を増やして生態系を元気にして、その生き物たちの生態系の力を借りて水質を良くして猿沢池の環境を良くしようというプロジェクトになります。